橋本隆君、はい、おはようございます。<laughs> 自由民主党会派絆の橋本隆之ですまずは発言の機会をいただいたことに負託をいただいた市民の皆様に感謝申し上げますそれでは通告に従い質問いたします大項目1番鏡町における企業支援について本年5月8日に新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類相当へと感染法上の分類が引き下げられ 日常に活気が戻りつつあることを、えー、実感しておりますが、まだまだ、えー、これからといったところではないでしょうか。以前の活気を呼び込むためにも、商工業の活性化は必要不可欠です。既存の事業者による投資、新規事業者による投資の規模が拡大することが、町の活力となり、にぎわいへとつながっていくと考えます。えー、昨年 令和4年12月定例会において、鏡町における過疎地域指定に関しての質問をさせていただきました。総務企画部長の答弁の中で、過疎地域に指定されたことで、所得税や法人税にかかる特別措置等があるとお答えをいただきました。所得税や法人税は国税になります。また、等とありますので、他に何かあるのかと調べたところ、 本市に関わる部分では、固定資産税税の課税免除がありました。そこで、固定資産税について、過疎地域における固定資産税の課税免除の制度の概要および課税免除額の算出例について、財務部長に伺います。壇上での質問はここまでとし、これ以降の質問については発言席にて行います。 財務部長、谷脇信弘君、はい。皆様、おはようございます。おはようございます。ますえー、議員、ご質問の。 過疎地域における固定資産税の課税免除の制度の概要及び課税免除額の算定例につきましてお答えいたします。まず、議員ご案内のとおり、過疎地域における市税の優遇措置としまして、八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例による課税免除の制度がございます。 条例制定の経緯としましては、令和3年4月に旧過疎法が廃止され、新過疎法が制定されましたことに伴い、過疎地域のさらなる振興を図るため、固定資産税の課税免除制度として、令和3年10月に制定いたしたものでございます。課税免除制度の概要としましては、本市における過疎地域である坂本町、 鏡町、東洋町、泉町において、製造業、旅館業、情報サービス業など、それと農業水産物販売業の4つの業種について、一定以上の建物や設備を取得された場合に、これらの資産について最大で3年にわたり、固定資産税を免除するものでございます。 その事業に使用する資産の取得価格については、法人の資本金の規模や業種に応じて、それぞれ対象となる取得,取,得価格取得価格が条例により定められております。例えば、業種が製造業で資本金が5000万以下の法人の場合、建物や設備の取得価格の 合計が500万以上であれば、課税免除の対象となります。本来、固定資産税は、評価額に基づく課税標準額に税率をかけて算定するものですが、参考として、この法人のケースでは、取得価格により算定しました課税免除額を具体的な例にして申し上げますと、 事業用地を300万で取得し、工場を1000万で建設し、焼却資産である機械及び装置を400万で取得した場合、初年度の課税免除額は25万1000円と試算されます。この事例で課税免除の申請をいただいた場合、3年分で約75万円の固定資産税の免除を受けられることとなります。以上お答えいたします。 橋本義君、ありがとうございました。賀見町において、加賀見町においてだけでなく、まあの過疎地域に指定されたほかの地域においても、投資を行う製造業、情報サービス業等、農林水産物販売業、旅館業と、4つの業種に対してのという縛りはございますが、例に挙げられた 投資額1700万円の規模で、3年間で約75万円程度の課税免除が受けられるということが分かりました、先ほども申しましたが、国税の部分もありますので、市税としての固定資産税の部分と合わせますと、非常に加賀見町は、 投資を行いやすい環境になったと考えられます。より一層の投資が行われることがことで商工業の活性化に期待いたします。先日商工会の方と話をしていた時のことでございますが、企業進出の話があり空き店舗を借りたいという話があるというふうに聞きました。鏡町へ企業が進出することは 先にも述べた通り商工業の活性化へとつながりますので、どんどん企業の進出を望むところです。しかし、これも昨年の12月定例会において質問させていただいていただいた答弁ではございますが、新たに創業をされる方に対しては、創業にかかる費用を補助する八千代市創業支援補助金や創業に関わる融資を受けた際に生じる信用証料を 市が負担する等の信用保証料補給制度による支援は行われているものの八代市商店街活性化事業補助金については加賀井町の中心市街地に商店街組合等がないため規定上難しいという状況をお聞きしましたそこで再質問といたしまして加賀井町における商工業への支援及び課題について 経済文化交流部長に伺います経済文化交流部長野口正治君、はい、議員ご質問の 鏡町ににおおける商工業者への支援及び課題についいてお答えいたします。まず、商工業者への支援でございますが、昨年の12月議会におきまして、議員より、鏡町における空き店舗の状況、および商業振興についてご質問をいただき、商店街振興組合等が設立されていない鏡町などの地域でも、出店しやすい環境を整備するなど、空き店舗対策等を進めながら、 商業のの振興に努めてていいいいく旨のお答えをさせたただいたところでございますそこで、本年度より、新たに創業される方に対して、創業にかかる費用を支援する八代市創業支援事業補助金の見直しを行い、補助上限額を20万円から50万円へ増額しており、本年4月には当該補助金を活用し、鏡町で一事業者が創業されております。 また同じく本年度から、創業の際に必要な設備、備品購入や人件費等に必要な資金の借入額を最大1500万円までとする八代市創業者支援資金融資を新たに創設し、より創業しやすい環境を整備いたしました。さらに、八代市商店街活性化事業補助金の見直しを行っているところで、具体的には、 八代市商工会と協議を行い、鏡町の商店が集積する地域を補助の対象区域として指定することで、商店街振興組合等が設立されていない鏡町中心部の振興を図る事業を実施する団体に対し、補助金を交付できるよう、交付要領の整備を進めております。本市としましては、ただいま申し上げました支援策等により、地域の空き店舗などを活用した 飲食店やオフィス系企業等の誘致や市内からの、市内からの創業に加え、市外からの企業の呼び込みを行うことで、地域活性化につなげていきたいと考えております。次に課題となっております、創業及び誘致についてでございますが、空き店舗や空き地等の情報はあるものの、入居したい方が求める条件となかなか一致しないことが挙げられます。また、労働人口の減少や、 経営者の高齢化による廃業や後継者不足などの事業承継問題も挙げられますこのような課題を踏まえ今後も商工団体等と連携を深めながら事業者に寄り添った支援を検討してまいります以上お答えといたします 橋本義、はい、ありがとうございました、えー、本年度から八代市創業支援補助金の見直しが行われ、えー、補助上限額を20万円から50万円へ増額、えー、八代市創業者支援資金融資を創設、えー、そして、えー、八代市商店街活性化事業補助金の見直しで、商店街振興組合等が設立されていない 加賀中心部へ補助金を交付できるよう交付要領の整備をされているとのことでした加賀井町の中心地活性化に向けて早急な対応に感謝申し上げますありがとうございますまた加賀井町へ飲食店やオフィス系企業の誘致を進められているということに対しましても重ねて御礼申し上げます課題といたしましまても、 空き店舗や空き地の情報と入居したい方が求める条件とがなかなか一致しないということでございました。加賀井町には利活用を進めるべき公共の建物、廃校のとなった鏡旧加賀美細部小学校や加賀美市署内の空きスペースの流行利活用という方法があります。引き続き続公共施設の利活用を含めて 商工業の誘致や、創業支援に取り組んでいただくことをお願い申し上げ、この講を終わります以上橋本貴君、はい、えー、それでは、えー、大項目2番目、えー、新八代駅周辺、グランドデザインについてお伺いいたします。えー、本年度策定される 新八代駅周辺グランドデザインは未来の八代市をつくる政策です3月定例会においても多くの議員が質問されまた今定例会においても村川議員が触れられました私は未来のまちづくりを語る上で時代を担う若者のニーズを組むような取り組みが必要ではないかという考えを持って質問に入ります昨年度 私も所属する八代経済開発同友会の主催で、八代高校生未来会議が開催されました。この会議では、高校生を対象に、八代地域の課題研究や、それに対する解決策の提言等を行っており、時代を担う若者らの本心に対する熱い思いに触れることができた、大変有意義な機会だったと捉えております。その中の中議題として、 一番多かったのは、中心市街地の活性化についてでした。これについては、高校生らしい柔軟なアイデアがたくさん発表され、今後、そのアイデアの一つであることで、本町アーケードの活性化につながるものが、今年実現をするという話を聞いております。また、この八代高校生未来会議については、 本本年度よりりり実施母体がととなり取り組んでいくと聞いていく聞てますそこで特に近年で取り組むとされている新八代駅周辺のまちづくりにおいてもこれからの時代を担う若者のニーズに合ったまちづくりが重要だと考えますがこの八代高校生未来会議との連携した取り組みを考えているのかを政策審議官に伺います政策審議官、村上隆一君。 皆様、おはようございます。議員ご質問の新八代駅周辺のまちづくりにおける八代高校生未来会議との連携した取り組みについてお答えいたします。昨年度、八代経済開発同友会の主催で開催された八代高校生未来会議におきましては、各高校生の独自の視点からの地方創生施策について提言がなされ、若者が主体的に地域づくりに関わっていくことの重要性や、 市民一人一人の自分たちの住む町をより良いものにしていこう、そして誇れるものにしていこうという意識の醸成の大切さを、我々行政職員が改めて再認識させられました。この会議における高校生の活発な提言は、現在、市内各高校におきまして、総合的な探究の時間等を活用した、 地域の課題解決に向けた研究の成果が現れてきているのではないかと考えております。一方で、このような高校生によって提言された地方創生施策について、必ずしも本市の行政施策に反映できていないのではないか、むしろ本市が抱える深刻な課題の一つである若者の都市部への流出を防ぎ、将来の町づくりの担い手の育成を図るため、八代高校生未来会議のような 高校生が提言する機会を行政が積極的に提供すべきではないかと考えたところでございます。そのため、本年度につきましては、高校との連携による地方創生推進の取り組みの一つといたしまして、本市が主体となって関係団体と連携を図りながら実施することとしたものです。本市といたしましては、この取り組みを通じて、 これまで以上に高校生による地方創生施策に関するさまざまな研究や提言が行われることを期待しております。本年度の八代高校生未来会議等において、新八代駅周辺における持続可能なまちづくりや、にぎわいの創出等につながる提言等があれば、グランドデザイン策定後の具体的なまちづくり施策に可能な限り反映させていきたいと考えているところでございます。以上、お答えといたします。 橋本義君、はい、ありがとうございました、えー、本年度から、本市が主体となって行う八代高校生未来会議で、えー、この新八代駅周辺等に対する提言等があれば、えー、グランドデザイン策定後の具体的なまつりづくり施策に、えー、可能な限ぎり、えー反、反映をさせていくということで、えー、答弁をいただきました。 新八白駅周辺のまちづくりを進めるにあたっては積極的にやはり自体を担う若者の意見を取り入れていただきたいというふうに考えます新八代駅周辺の土地利用方針の具現化とこれからのまちづくりを推進するための全体構想として現在グランドデザインの策定を進められておりますそこで再質問いたします現在策定中の 新八代駅周辺グランドデザインでは、どのようなまちづくりの姿を打ち出そうとしているのか、市長に伺います。市長、中村弘雄君、えー。皆さんお、おはようございます。えー 橋本隆義議員ご質問の新八代駅周辺グランドデザインで打ち出すまちづくりの姿についてお答えいたします。新八代駅周辺については、その地理的優位性を生かしたまちづくりを進めるため、これまで道路や上下水道、公園などのインフラ整備を行うとともに、特定用途制限地域の 指定や農診除外を行い、住宅開発や民間施設が進出しやすい環境を整えてまいりました。こうした中、TSMC の熊本進出を契機に企業誘致をはじめ、住宅開発や交通インフラ整備等の自治体間競争が激化しております。本市が県南の有都とししてて役を果たたいくためには公安駅 高速道路の交通アクセスに優れた、優れ、人流の玄関口である八代、新八代駅周辺の開発を加速化し、物流と人流の拠点機能を高めていくことが何より重要であると認識しているところであります。そのため、新八代駅周辺における今後のまちづくりのビジョンとなる グランンドデザインの策定に取り組んでいるところであります。このグランドデザインでは、都市機能の高度化等、将来を見据えた持続可能な都市を形成することに加え、本市が取り組むまちづくりの特徴であるスマートシティスローを象徴した地域となるよう取り組んでいくこととしております。 例えば各種スポーツの全国大会や大規模なコンサート、本格的な文化芸術公演にも対応できる文化コンベンションセンターの整備エリア、太陽光発電を活用した住宅の建設促進エリアなどのゾーンを行います、ゾーニングを行います。さらに、新八代駅を起点に、 AI を活用した次世代モビリティの導入など、移動利便性の向上につながる取り組みも考えております。まあ、このような再生可能エネルギーやデジタルの力を最大限生かした新時代にふさわしい街の姿を打ち出していく予定としております。まあ、これからの時代を担う若者を中心に、多様な世代が、 夢を持って持てる、そして住み続けたいと思われるまちづくりに果敢に取り組んでまいりたいと考えております橋本孝義君、はい。ありがとうございました、えー グランドデザインは本当にスマートシティ八代を象徴とした未来を感じることのできる内容となっておりどのようなまちづくりになるのか非常に期待が膨らみます文化コンベンションセンター仮称文化コンベンションセンターは各種スポーツの国際全国大会そしてコンサートや文化 芸能イベントにも対応したものとなると、相当程度の規模にとなると推察いたします。また、規模に対しましては、ニーズを捉えて、しっかりと対応、設定いただきますよう、お願いを申し上げます。最後に市長は、これからの時代を担う若者を中心に、多様な世代が夢を持ち、住み続けたいと思われるまちづくりに果敢に取り組んでいくというふうに答弁をおっしゃられました。 私にも3人の子どもがいまして今高校3年生1年生となっております。子を持つ親としてはです、ね、この子どもたちがしっかりと育っていろんな場所で多くの経験を積んでもらいたいと思いますけれどももうすぐこの子どもたちがもしいなくなったら妻と2人になり 家の中が寂しくなるのかなという不安も持っております。やはり家族の賑わいを作るにはですね、子どもたち、この次の世代が残って、さらに子どもたちが増えていく、そういったこう取り組みに非常にこの部分で期待をしております。賑わいということでは、昨日村川議員がですね、村川議員への答弁で。 新八代駅周辺と中心市街地両方を活性化させるというふうに言われておりましたそれぞれの特色のあるまちづくりとなることで多様な賑わいにもつながると考えますそこに今鏡町を加えてさらににぎわいが大きくなればと考えます本市が県南の優都としての権威役を果たしていくためにも 交流人口の最大化に寄与するこの政策は非常に重要だと考えます。今後も未来へ向けてしっかりと取り組んでいただくことをお願い申し上げ、この講を終わります。最後に、私の今回の一般質問にあたり、ご尽力いただいた執行部の皆様に改めて感謝を申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 以上で午前中の議事を終わり、午後1時まで休憩いたします。